豊島区と警視庁、不動産業界が危険ドラッグ対策に関する覚書を締結しました。徳島記者の報告です。全国各地で報告される危険ドラッグの被害、ここ豊島区では今日、不動産業界との間に都内初となるとある覚書が締結されました。よろしくお願いいたします。今年6月、池袋駅前では危険ドラッグを吸った男が運転する車が暴走して7人が死傷する事故がありました。この覚書は危険ドラッグ対策、特に販売店向けの対策を積極的に推進するために区や警察と地元の不動産業界が締結したもので、都内では初のものとなります。覚書の内容は、区や警察は不動産業界に危険ドラッグの現状や危険性などの情報を提供する、不動産業界は危険ドラッグに関する情報を入手した場合、区や警察に通報するほか、協会の会員に対する啓蒙活動を積極的に推進するという内容です。店舗を潰すというか、そんな危険極まりないお店をね、堂々とやっぱりやっていくこと自体がおかしいですよね。また不動産業界ではこの覚書を受けて、危険ドラッグの販売だけでなく譲渡や製造などを行わない、破った場合には直ちに契約解除となるなどという内容を盛り込んだ日本初の確約書を作成し、今後豊島区で新たに賃貸契約をする際に締結していくということです。販売だけではなく、やはり所持すること自体が、それを所持してもしそれを使われたらどんな事故か事件が起きるかわからない。区によると豊島区で確認されている危険ドラッグの販売店は今も2件あり、できるだけ早くなくすよう取り組みを進めていくことにしています。